皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。てやりということで、今日は恒例の鶏胸肉で節約おつまみおかずレシピということで、胸肉なんですけど、しっとり柔らかにごちそう級の美味しさ、オニオンチキンステーキを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、では今日も鶏胸肉1枚は皮付きのまま使用していきますが、皮が苦手な場合は取り除いて使用してください。鶏胸肉1枚 350g の中央に包丁を入れて均一の厚さに2枚に開きます。2枚に開いたらフォークなどで数箇所穴を開け、酒大さじ1、塩小さじ4分の1を全体になじませ10分ほど置いておきます。玉ねぎ2分の1個 100g は皮を剥いてみじん切りします。はい、では鶏肉をつけて10分だったので片栗粉大さじ2を加え、鶏肉の表面に片栗粉をまぶします。片栗粉をまぶしたらフライパンにサラダ油を加え、フライパンを中火で温め、鶏肉をフライパンに並べます。皮がついている場合は皮面を下にして並べてください。はい、では今1分半から2分ほどで鶏肉の周りの色が固まって、底の部分が固まってきたら鶏肉を返して蓋をし、弱めの中火で蒸し焼きします。はい、では3分蒸し焼きして鶏肉に火が通ったら、鶏肉を一度お皿に取り出しておきます。はい、ではフライパンに少し油減ってる場合は油足してください。みじん切りした玉ねぎを加えて炒めます。では玉ねぎがしんなりして透き通ってきたら、みりん大さじ2、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、すりおろしにんにく小さじ1を加え、強めの中火にかけてアルコールと水分を飛ばします。はい、ではアルコールと水分が飛んできたら、取り出しておいた鶏肉を気持ち斜めに包丁を入れながら食べやすい大きさにカットします。中はこんな感じで火通ってます。もし少し厚みによって火の通りが甘い、火が通ってない場合はレンジで加熱して中までしっかり火を通してみてください。ではお皿に盛り付けたら、出来上がったオニオンソースを上からかけます。オッケー。こんな感じで鶏胸肉で節約美味しいオニオンチキンステーキの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は鶏胸肉で節約おつまみおかずオニオンチキンステーキを作ってみました。それでは本日はクラフトビールスパイダーモンキーで乾杯。乾杯。くー、おいスパ。じゃあ早速いただきましょう。今回はこれの鶏胸肉を使いながら、胸肉なんですけどしっとり柔らか、めちゃくちゃ豪華な感じになるようなチキンステーキを作ってみました。じゃあもう胸肉はほんと最初の漬け込みの塩だけなので、上のオニオンソース一緒に絡めながら食べてみてください。じゃあいただきます。
シットリーヌ。めっちゃ柔らかい。うん。開いた鶏胸肉に先ほど塩を揉み込んで表面に片栗粉をまぶすことで胸肉がしっとり柔らかに仕上がりながら、結構鶏胸肉1枚でボリュームがあるので2枚に開くことによって中までしっかり火が通りながらも短時間でしっとり柔らかに仕上がります。で、片面焼いたら返してちょっと火力弱めつつじっくり蒸し焼きにすることで、ほんとこう胸肉なんですけどこんなに柔らかいのってくらいすごく柔らかくて、焼き終えたら粗熱が取れてから切ることによって中の旨味が外に行けずジューシーな味わいに仕上がります。ほんとこう2分の1枚の鶏胸肉でステーキのようなかなりね豪華な感じに食べれます。うん。で、上にたっぷりかかったオニオンソースは玉ねぎをしっかり炒めて甘みを出しつつ醤油、みりん、砂糖の甘さをこう引き立てるような口当たりのいい味付けがすごく美味しいタレになってます。で、ちょっとニンニクも入れてるのでパンチが効きながら、ほんとねこの鶏胸肉に甘辛いオニオンソースがよく合ってすごく美味しく食べれます。なんかチキンステーキってももで作るイメージが多いんですけど、ほんと今回の焼き方するとすごく柔らかいですし、ほんと1人前100円とか150円くらいで作れるんですけど、ソースもすごく美味しいのでもう全然胸肉なんですけど物足りなさもなく美味しく仕上がります。うん。はい、ということで今日は鶏胸肉で節約おつまみおかず、オニオンチキンステーキを作ってみた動画でした。しっとり柔らかな鶏胸肉と口当たりのいいたっぷりのオニオンソースが胸肉で安価に作れるんですけど、ご馳走級のすごく美味しいレシピになってます。調理工程もほんと簡単で、鶏肉開いて、あとは焼いて、オニオンソースもすごく手軽に簡単に作れるんですけど、胸肉にもすごくよく合った美味しいレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方は、グッドボタン、レシピ動画も更新してますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイ。オニチキー。やっぱり酒代は譲れない。